さあ、いよいよやってきたよ K54 ということで、いやー音楽もノリノリだし、お客さんもバスケどこでね盛り上がればいいかってよーく分かってる感じの雰囲気で最高ですよ。ゲームの方も白熱しています。めっちゃ白熱してましたし、何よりバスケットを本当に楽しむこの空気感、音楽やカルチャーとの融合がね、肌で体感できてめちゃくちゃ楽しかったです。
everyone. My name is Jess Lawrence, or Jessie Law, and I'm styling the Jordan P54 apparel set today. It's a lot of big prints, like the shirt here, some basketball shorts, lots of vest tops. But I think the key is that we can style sportswear in a way that's really individual and suits our sort of street style way. It doesn't have to be just for sport, so that's what we're trying to get across today. I think the key is always with layering, so you could either put, say, a jacket over the top, some plain black trousers, some plain black shoes, or you can choose maybe a top that's a little less garish, like the one I'm wearing now. But I think the key is just making it so that you're comfortable. But if it's something that you're not comfortable in, maybe now is the chance to try something new and push the boundaries of your style. これから、まあ、今週のハイライトということで、そして、まあ、先ほど彼女はそのピカソの名言で、みんな人は生まれながらに子どもの頃からアーティストっていうことを言っていたので、もう一回そのアーティストの部分に、ゲレンタッチしましょうということで、アーティストにそこで戻りましょうということだったんですけど、僕は今日はこの紙に僕のインスピレーションであるバスケットボールコート K54 のバスケットボールコートをここに Bring to life、 命を吹き込む、ちょっとチャレンジをしたいと思います。どうなるかはできてのお楽しみ。ことをしてるみたいで、当然自分はアーティストじゃないんだけど、ある意味なんか心の持ち方というか、なんか普段仕事仕事仕事みたいな感じで追われてる、何かで追われてる気持ちになることもあるんですけど、すごい無心になって何かに集中するっていうのは、メディテーションにも近いかもしれません。まだなんかちょっと足りない気がしているので、もうひとひねり頑張りたいと思います。さあ、僕のアートが完成しました。 K54 のコートを実際に再現してみました。でね、このワークショップで先生やってくれた方に説明したんですけども、まあ、バスケットボールが僕の常にインスピレーションで、まあ、アートをやれと言われたら、まあ、バスケットボールコートをこう描くのは極めて自分にとっては自然な流れになったのかなというふうに思います。最初にこのセンターサークルを並べていって、でペイントを入れて、でちゃんとペイントの中にこうジャンプマンのロゴとか入ってる部分を切ったりして、まあ、切り絵とこう自分でこう描くデザインをコンビネーションさせたみたいな感じですね。でロゴもしっかり入れたり、やっぱりシューズも入れなきゃっていうことで、結構な入れ込んだ対策になりました。で一番のキーはこの貼ってっただけではすごい物足りなさを感じて、あまりバイブラントでこうなんかコートのあの昨日見たコートの躍動感っていうのがなかなか出なかったんですが、そこでちょっとペンの質が重ね塗りするとすごいこう、
テクスチャーというかグレーでも濃い部分薄い部分ができるのでそういったところがすごくアスファルトとかストリートコートの質感を出せるんじゃないかなと思ってそれを入れていったことでグッと実際にこうプレーしているようなコートの躍動感が出せたんじゃないかなと思う佐々木クリスの超大作でございます。さあ何点ですか？ボンソワーというわけでパリでの3日目が終わろうとしていますがエッフェル塔とそして満月見事なコラボレーションということで思わずカメラを回している佐々木クリスです。今日はね朝からジョーダンブランドのパフォーマンスモデルの、トライアルセッション参加したりだとかジョーダンブランドのフィロソフィーを感じられるワークセッションですね。ちょっと新たな自分のアーティスティックな側面に、触れるとともにですね様々な、まあ、内省の時間ももらってうんそうか人々の人生にどう自分がインパクトを与えられるかマイケル・ジョーダンが世界中の人々に与えたインパクトの大きさを考えるとそれと比べるっていうことは到底できないですけども自分にとって大事な人だったり近しい人たちにどんなポジティブな連鎖を引き起こすことができるのか佐々木クリスはっていうところもね考えさせられました。そしてこの世界に名だたる、花の都パリでですね、うん、K54 が行われていて今回の大会は20周年という中で、まあ、非常にこうアフリカにバックグラウンドを持つ選手たちや、関係者にもね、敬意を払うようなデザインワークであったりそれからコートのビジュアルなどコンセプトが練られていたわけですけども歴史的な準決勝まで残った4チームそのうち3チームがアフリカ大陸を代表するチームになったそうですね。優勝はもちろんフランスのチームになったわけですけども、まあ、そういった意味でもね、20周年の K54 大成功だったんじゃないかなというふうに思います。僕も文化それからスポーツバスケットボールそしてまあ本当にね、さまざまなバックグラウンドを持つ人々がこう交わるその交差点で生み出される有機的なエネルギーを感じてますますねこうバイタリティをもらったそんな一日でした。このパリレポート皆さんの背中を押せるような内容になっていることを願います。また会いましょう。というわけで今夜はおやすみなさい。